き？肩たき？肩たきって言葉あるよ、そういえば。あの人憎いわ、肩たきだわって。動物で一つできる、動物で。はい。はい。はい。岡崎さん。ピンポン正解、2ポイント。たぬき、他に？はい。はい、ま、みわくん。たき。たきはもう作ったぞ。たき。か。かき、かきか。かき、お、かきだ。食べるかきだ。なるほど。いいね、今のは。他に？はい。小田くん。え？えはない。たぬね？え？え？たぬね？え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 だって。それは言葉っていうのはでき作ったんだけど、たまたまその音になって、はい、鈴木さん。絹。絹。いいね、絹の服のね。はい、他にない？じゃあそこにしておこうか。次は？え？次の勉強はね、くじ引き。くじ引き。だけどよく聞いててよ。いい？緑。緑。これ裏も緑だからな、インチキないし。緑ね。で、赤、青、赤、青、緑。そうすると、緑は何枚あるか分かりますか、これ。4個 ?4 枚、うん、じゃあよく数えてみるよ。まず緑から数えるよ。緑は、見ててよ。1枚、2枚、3枚、4枚。じゃあ赤は赤は3枚。1、2、3。青は2枚。2枚ある。で、先生これをね、バラバラにしてね、まとめてね、そうしてね、いい？何が一番、4枚やったら何だった？緑。じゃあ青は何枚だった？2枚。赤は3枚。よく覚えたね。で、これをね、バラバラにしてね、ここにしまいます。さあ、しまったね。じゃあこれからくじを引きますが、一番出やすいのは何でしょうね、これ。赤？一番上にあるの？一番真ん中どっかで選びますが、一番出やすいのは何でしょう。青。青？本当？だって一番。緑。え？緑。緑だよね。一番多いんだもんで。緑が一番出やすいんですよ。で、斉藤さんくじ引きました。緑と言って引いたのです。緑が出れば斉藤さんの勝ちです。赤でしたね。そうすると次が出るのは何でしょうね、これは。青。青かな。青。何？青。青よりももっと出やすいのがあるよ。青。やっぱ緑出やすいでしょう。青。ちょっとあんた運転したいですよ。青。青。青。おじゃ引くよ。引くよ。青。緑でした。見てるよ。ねえ、緑だよね。じゃあ次は何でしょう。残ったのは赤が1枚で、緑が3枚で、青が3枚。え、違うよ。青2枚だよ。青2枚だった？だって青まで出てないもん。青2枚だよ。じゃあ赤が3枚だったの？そう。じゃあ赤2枚。じゃあ赤出ちゃったの。一番赤はもう出たから、今度出やすいのなんだろう。青。緑。青。緑？青。じゃあ引くよ。緑か青だね。青青さあ、どっちかな？青。イエーイ！でしたね。じゃあ次出やすいのは何でしょう。もう青は出た。ちょうど1枚ずつ出ましたよ。ということは出やすいのは何ですか。赤。何？赤。青でした。そうするとますます出やすくなったのが一つありますね。今度は何でしょう。赤。赤はね、出ないんじゃないか。もう1枚出たから。緑。緑？僕も緑だ。赤まで。赤が出てしまいました。もう赤あるかな、この中に。ない。ということはもう赤はないのよ。緑。今度出るのは何でしょう。緑。出やすいの緑だね。さあ、どうだ。あれ、ま、赤があったじゃない。あ、そうだ。赤がさ、1枚さ、取ってさ。ほいじゃあ今度何が出る、これ。2つだった。何が出る？青。何？青。緑。最後の2枚。さあ、どっちでしょうね、これは。青。青か赤か。緑でした。じゃあ最後の一枚は何でしょう。何？緑。緑？小田さん、なんだ？緑。
緑緑緑緑でした。もう緑しかないもんな。よし、じゃあ次の勉強行こう。数を作ります。今度は3つの数字を使って数を作りますが、これが終わったら今日これが終わったら今日誕生会をやらなくちゃいけないの。しっかり座っててよ。誕生会やりたくない。いや、そんな寂しいことないでよ。この世に生まれてきてね、縁があってこんな身近に住んでるんですから、それは素晴らしいことなんですよ。137、3、はい、数が大きくなるか聞いてください。数が大きくなるか小さくなるか教えてください。137から、177になりました。大きくなりますか小さくなりましたか。じゃあ今度は117、大きくなりますか小さくなりましたか。317、大きくなりますか小さくなりましたか。313、大きくなりましたか小さくなりましたか。363、大きくなりましたか小さくなりましたか。大きくなった。763、大きくなったか小さくなった。大きくなった。766、大きくなったか小さくなった。761、大きくなりましたか。大きくなった。どっちを大きく、766から761になったんですか。どっち？ちっちゃくなった。小さくなった。361。ちっちゃくなった。小さくなりましたか？大きくなりましたか？小さくなった。161。大きくなりましたか？小さくなりましたか？小さくなった。じゃあ111。大きくなりますか？小さくなりましたか？小さくなった。116。大きくなりますか？小さくなりましたか？大きくなった。113。大きくなったか？小さくなったか？どうして116なん大きいよ。小さくなった。じゃあ一番大きい数は何だったと思う。これここが難しいね。700。700って思ってよ。766。もっと大きい数できたんじゃないの。767。760よりもっと大きいのあるもん。367。誰も777言ったら、あんたお金持ちになれるよ。776。斉藤さん素晴らしい、見ていただいてあげてよ。じゃあ一番小さい数は何でしょう。一番小さい111。素晴らしいね君、また手叩いてあげてよ。そう、111が小さい、一番小さいんだぞ。110。そんなこと知ってる。1。素晴らしい。じゃあ読んでみて。111。111。今日は私の教室の一人の女の子が、明日ですけども本当はね、誕生日だそうです。で、BW ではね、自己申告制ですから、私誕生日よ、今日誕生日よって言ったら、みんなでお祝いします。今日の誕生日は鈴木さんです。あこさんあそこにプレゼント一つありますから、あれを鈴木さんにあげましょう。では鈴木さんにそれをあげて、皆さんと一緒にお祝いの歌を歌います。何の歌？勉強終わってからそれ見るんだぞ。ハッピーバースデーさん、はい、もう元気元気さん、はい、ハッピーバースデートゥー、もっと明るい、それはお葬式の歌でしょうか。あんたたちまだ鈴木さんは生きてるのよ、元気あんのよ。ねえ鈴木さん、じゃあ元気よく明るく楽しく、初ラスト東北地方にも聞こえるように、いいね、さん、はい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear 鈴木さん。Happy birthday. 先生、ヘビって言ったらみんな、フレイって言ってよ。ヘビ。フレイ。もっと早くすぐやらなくちゃいけないの。ヘビ。ヘビ。ヘビ。では、鈴木さんおめでとうございます。と言っても、今日はね、あの人だけものつまんないだろ。みんなの分もありますから、あこさんみんなに一つずつあげて。勉強終わったらあげてよ、その代わりそれ。いい？今日ね、ジャンピングロープが入ってるから、その中に。何？ジャンピングロープって。あら、英語で縄跳びのことジャンピングロープって言うのよ。カウンター付きだそうです。本当だって。それは今日はね、鈴木さんの誕生日をお会いしてね。
みんな鈴木さんにありがとうって言いな。なんで？だって鈴木さんのおかげでもらえるんだもん。中身入ってる。よし、じゃあそれは机の前に置いといて。いい？もう開けないぞ。勉強終わったら開けるぞ。中にワークが入ってるからまた。なんで食べたんか。え？鈴木さん、誕生日めでとう。何歳になったの？15歳？は？それいつ？それいつだ？いくつになったの鈴木さん？7歳だよ。7歳かね。若いね。あ、そう。7歳か。若いじゃない。若いよ、7歳だなんて。子供じゃない。若くない。じゃあ次の問題。じゃあ答えてよ。今、3枚のカードがあります。いい？428。4と2。これはね、数字下げないの。4と2と8とあります。このカードをうまくつなげて大きい数にしたいと思います。4と2と8、一番大きい数は何ですか？42。違うよ、もっと大きい数できるよ。42。もっと大きい数できる。20。3つ使うんだよ、3つ。842。何？842。何だって？842。小崎さんの声聞こえないもん。何だって？842。正解。では4と2と8を使います。うっと見、一番小さい数は何でしょうか？248。何？248。よくわかったね。じゃあ第3問、これが難しいよ。いい、よく聞いててよ。300に一番近い数を作ろうと思います。300に一番近い数は何でしょう？248。248よりももっと近いのがある。300に近いんだよ、300に。482。482よりも300に近いのがある。前島くん何だって？284。正解、みんな手叩いてあげて。前島くんが出ました、284です。プリントはうるさいな、先はいいの。まだうんちが出てからトイレットペーパー取ればいいの。あんたトイレ入る前からトイレットペーパーをちぎって待ってるの？プリントは忙しい人だね、あなた。プリントはそれ触ってたらあげないぞ、お前。それ前に出しとかなきゃ。みんな、あこさん、机の前に出しといて、小崎さんまで見てばっかりよ。今あげたのまずかったかな。もう帰りにあげればよかったな。そうだよ、岡崎さんも触らないぞ。じゃあ先生がここからカードを3枚選びます。いい？6と5と8。一番大きい数は何ですか？教えてください。真島くん。8。いやいや、そうじゃなくて、つなげてこの3つのカードをつなげて作る3桁の数って言うんですけども。はいはいはい、惜しかない。もう一度考え直しよう。鈴木さん。865。正解、865が一番大きいです。じゃあ一番小さい数は何ですか？教えてください。はいはい、岡崎さん。568。正解。また目を閉じて4と、あ、何もないのはダメだな。見えてるよ。2と、9。はい、一番大きい数が。宮川。942が一番大きいです。じゃあ一番小さい数が何ですか？お、一人手上がってらっしゃいますね。はい。一番小さい数は何ですか？はい。いいか？はい。三つをつなげて一番小さい数が。はい。高田くん。249。そうだな。じゃあまた次のカード選ぶよ。3と7と1。一番大きい数は、どういうふうに並べればいいでしょうか？はい、どういうふうに並べばいいでしょうか？はい、鈴木さん。731。731番が一番大きい。じゃあこの3枚のカードを使って一番小さい数を作ろうと思います。一回みんな手を練習するよ。1、2、3。その時はいって出しちゃうのよ。分かった？ゲボ出すなよ。1、2、3。で先生を吹っ飛ばしてやるよ、気持ちいいから。分かった？1、2、3。はい、はい、じゃあ先生が何言ってもはいって言うんだぞ。はい、先生はいい人ですか？はい、そうか。みんなはいい子ですか？はい、はい、はい。あ、そう。
じゃあいくよ。7と1と3。はい、はい、はい。